ーチン凍ってますよ。何するんですか。あら、真っ赤な花咲かせんぞ。何わけわかんないこと言ってんの。待って、朝からうるさい。え、どうしたのケイちゃん。学校で嫌なことあった。違う、この漫画がもう泣けて泣けて。んだよ、漫画の話かよ。バカにするなら読んでみるといいよ。絶対泣くから。おいおい、俺もう高2だぞ。漫画で泣くわけ。ああ、ほら見たことか、泣けるでしょ。バカ、お前こんな泣くわ。シロム、無事か。どこにいるの。すぐそっちに行く。ヘタル君、無事だったんだな。嬉しい。ひどいわ。違う。二人で私をからかってたのね。待て、誤解。シロム、どうした？あなたが魔炎竜を刀神剣で封印せずに倒してくれたおかげさまで、そんなしょうもない義務から解放されました。やったー！おお、よかったな。俺も頑張ったかやったよ。イエスイエース。皮肉一切通じてねー。おじさんのせいでメーベルさんの人生がバグり始めてる。みなさん、応援しましょうね。気に入らない。もちろんこんな安っぽい女にシャドウ様が引っかかるわけない。アレクシア様、足がどうかしたのかしら。あ、足がどうかしたのかしら。このほら、何やってんですか。早く食べて食べて。食べないなら僕が食べちゃいますよ。ゴキブリがケーキに食いついてきて汚くてもう食べられないんです。どう落とし前つけてくれるんですか。こら、ゴキブリって僕のことか。こら、わし意外と。ちなみにパンツだとどういうのが好きですか。まあ俺の好きなパンツか。え、パンツ。お、布地が多くてペラペラでズボンみたいなピチピチのやつ。ピチピチのやつ、ピチピチのやつ、ピチピチのやつ、ピチピチのやつ。ボクサーパンツだわ。会長、会長のやりつけ、信じていたのに、ひどいわ。違うんだ、シロミア。今のはジョーク。ホタクロのパティが好きなんだ。オムライスとかっていうか、やっちゃう。そんなんしたらやばくない。クッソ女子じゃはずこっつ。もう早く作れっつーの。なにこれ、やばい。天才なんだけど。全余裕。人かもと思ってたのに。けだけだ。いや、違うんだって。いいの。ひね、私は黒の下着なんて履いてないです。襲わないで。襲わねえんだわ。本日のナルト、なんてこった。お前なんてねえ。アタル君は他の女の子が気になるんでしょ。そっち行ったらアホか。諸星アタル、忍ぶ一筋じゃ。いつも思ってることさ。次やったら絶好だからね。美人言ったそばから。アタル君なんて大嫌い。俺のアホ。なんだよ左手のそれ。君を一生養えるぐらいあるから。食いぶちを奪ってしまった俺なりの責任の取り方だ。受け取ってくれ。
一生懸命しろ。何やってんだこのおっさん。二度目のこと尊敬してるけど、そういう気持ちじゃなくて、これを受け取るわけにはいきません。溶けてる溶けてる。心の氷一瞬でいった。どういう話なんですか。うん、人間不信の女の子が主人公でな、が転校してくるんだよ。その男の子が実は重い病気で終盤死んじゃうんですよ。てめえこら、それはやっちゃいけないタイプのネタバレだぜ。このクソネタバレ女の口を塞ぎ、ギュケイ声出すじゃねえ。全然面白そうではないのですが。お風呂入ってないから臭いか。風呂代なんてその指輪売れば問題ないだろう。売る気も言ったが、監禁すれば一生食いっぱぐれないぞ。ベル、リュウさん。ベルくん、その格好は。最終回はさすがに号泣。よかったよな。カレーで締めるのはほんとずるい。あれはな。何言ってるのかさっぱりわからないわ。藤原先輩、助けに。本日の勝敗。デートやば、最高なんだけど。永遠に続いてほしすぎる。そうはいかないなのです。オーク特有のいやらしい本能でも目覚めたの。なんなら寝つくまで一緒に。ちょっと手伝ってくれ。手がつけられ。なるほど。ちょ、やめろ。昼間のダンジョンで精霊酷使したから防御が。こうして俺は暗殺寸前、翌朝まで凍結封印されてたんだ。ひどくない？うん、はい。おじさんが悪い。ここ私の部屋。北川さんの部屋。微妙に散らかってるけど、適当に座って。失礼します。北川さんの部屋ですね。ん？そうだよ。若菜は秒で緊